アキチはいこんばんはたっちゃんですミコぼーですいやもう撮り直し撮り直しさっき怒られて何秒何秒もしないちにもういっちゃうからないそう、やりまじゃあちゃんとやりますよって言っていてさいきなりさいきなりこけてねちゃんと撮り直してるよねそうそうはいよねそれは一応放送的に OK そう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  そうなんね足ぶつけましてさ <laughs> まあいいやそんなのはね <laughs> いきなりスタートあきちん始まった足ゴンぶつけて <laughs> これでいったら多分川島 D が怒ると思う怒るよ、ね、<laughs> やめましたね<ー>ちゃんとやり直しましまたうちの篠崎町ではさ浅間、うん、神社ってあって、うん、富士山の浅間神社と同じ系列なんだよでね、うん えと山開きに合わせて、うん、6月の末と7月の1日にお祭りがあるああうちの方もそうよ、うん、あのなんか娘がうんうん関係ないけどね富士山は、うん、うちの方はあそうなんだあの獅子舞なんだけどうん、うん あれなのなんだっけ雨いのあそういうあれなんだ、うん、まんまといい天気でさうちの子供なんか雨漕いじゃねえなうちの子供は「吹きつだ吹きつだ」とか言って言って,て「吹きつだ雨が降らない」とかいや良かったんじゃないのか」と思ったんだけど、ね、神社関係者はっって言って言るらしい、ねうんうん、俺このそのお祭りにちょっと行ったんだよ少しうんうんうん、うん、娘に行こうって言われて行ったんだけど、うんうん、最近のさ、うん、中高生 結構いいじゃないですかその着てる服がさ中学生なんかだか高校生なんだかさ、うん、大人なんだか分かんないよ,ないよね、うん、ええと思ってさ、うん、なんかあんまりさ、ね、俺らの 時代にあんな服着てたらもう絶対俺おかしくなってると思うな危ない危ないほらよくなんかいたじゃん松戸だどっかのほら PTA の会長が危ないよあいやいや大丈夫だよそういうもんなの自分の娘もさそのぐらいの年代の時あんな服着てないよなとかって今はねいろいろあれなんだねであの見回りをやったのねパトロールそしたらさもう大人なんだかさ 学生なんだかさ、うん、あ分かんないね帰っていいんですよあ帰んなさいよっていう時間の対象の年齢なんだかどうだかよく分かんなくて、うん、言うと失礼かもしれない、ね、やありづらいなとか思ってさみんな大きいし <laughs> まあいいんだけどさ、うん、そんな1974年私たちはえー、と、はい、小学校3年生3年生はもう記憶にバチバチあるよね,るねちょうどねうん えと小学校が二つ近所に2つあってうん、うん、それが、まあ、やっぱり人口が子どもの数が多くなってうん、うん、学校が増えてったんだよね、うん、で3年生の2学期から、うんえー、俺たちは篠崎第四小学校っていうところに移って、うん、あ移動したんだそうそうでその次の年はまた別の学校ができて、うん、っていう感じで篠崎は今,、うん、今もそうだけど第五小学校まであるんだけどさ、うん、その1年ぐらいの間に一気にできたんだよね みんなそっちに移って移ってって感じそうだよね私なんかの時もそうやってできてってさ何勝まであったんだろ10勝まであったかな十勝でも今ね地名に変わっちゃった数字じゃなくなっちゃったなんか多分なくなるんだよねほら今減ってきてるじゃんなくなるからさ数字だと間抜けちゃったりとかしたらそういうの考えたんだろうねきっとね地名に変わってねそうそんな3年生3年生 戦後初のマイナス成長だってあマイナス成長戦後はずっとこう上りそうそうそうここで下がったらしいね景気が悪くなるってことねそうだね超能力ブームあっユリゲラーだスーマゲラ見たよねユリゲラー戦時のさあこれ言っていいのかなまたあの何とかくんっていてえっと 某寿司屋だからんかの息子なんだけどインチキらしくてんかそんなでテレビ出てた子出てたでしょ曲がれとか言って投げるやつあれは絶対怪しいよねっていうのがいたよあ絶対曲があれあれで初めてスプーンで手で曲げられるんだってあれじゃあほに曲がるのこうやってやってかねあのその少年の話は 近所で言われてるのは、うん、ズボンのチャックでどうのこうのとか言って言われてんだけど<ー>その正確なところはわからない私なんかよりちょっと上なんだよね。ごごくごく北千住で近所の、うん <laughs> <laughs> 北千住っていうところがまずちょっと怪しいな、うん、そ,うそうだ。<laughs> でもさ今もさなんかよくやってるじゃない、うん、こうやってやってるとさぐにゃって縦にこう曲がっねじれてっちゃうとかうあれ本当にねじれんのっかだってテレビ見ててやってんじゃない時計持ってさ、ね、動けとかさあったよね、うん、あったあった,った,った <laughs> てみんなさんでやってくださいさ動け、ね <laughs> <laughs> うう動,動いたような気がしたんだけどやっ,やってた,やってた壊れた時計をさやってたよもうあれはどうなんだろうね分かんないあれでもうちの時計は自動巻きだったから動いたよ <laughs> 動けって振ったら <laughs> それかな振ったら <laughs> <laughs> それかそれずるいだろう <laughs> 自動巻きだっ <laughs> <laughs> でで、うん「モナ・リザ」「モナ・リザ店」って<ー>何でも「モナ・リザ」じゃなかったな、うん、なんかんかいろさ モナ・リザがなぜかはやってこれなんんかすごい並だでしょでも私さこういうのはまた得意の言っちゃいけないかもしれないんだけどモナ・リザさあんまりねあんまりねって見てるじゃんこうやって見るとどっからでも見てますみたいなさそれがあってあんまりねいまだに好きじゃないんだけど。まあ 見たいとは思わないよね今この年になってもさあるっていうだけでさそうだねガッツ石松がボクシング世界チャンピオンにこれがあれはガッツポーズの時そうだなガッツポーズの時じゃないここからガッツポーズがんかガッツ石松っていうのは不器用なんだってもともとそれでねワンツーかなんかのそのパンチのタイミングが他の人よりもずれて打ってくんだって。 タイミングが合わせにくくてそれでみんな食らっちゃうんだってあ普通だったら普通はみんなこのタイミングで来るところちょっとずれちゃうちょっとずれてパンパンってんかちょっと遅いんだかワンテンポ違うんだかなんかそれでチャンピオンになったっていう話だよでもんかよくその後のこの人のいろんなさ番組の出方とかあちょっとずれてんだと思うよねあそうなんだそう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 そナそう あ,あったね。あ,<ー>あれが俺大好きだったけどね。<laughs> そうか。うん、なるほどね。そういうのも役に立つこがあるんだね。だねセブンイレブン東京都江東区に第一号って。<お>江東区なんだって。えー、セブンイレブン。えー、これ伊藤洋華動画あれなんでしょう。北千住だったね。出したんでしょ。<ー>セブンイレブンって確かね。うん 北千住のヨーカドーが1号店<ー> 1> もうないんだけどああだでセブンアイだからねだからヨーカドーセブンイレブンにあるものは全てヨーカドーで売ってるっていう感じだ、ね、そう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 ね、うんうん、北の海が史上最年少21歳2か月で第55代横綱昇進<ー>この人はさ、うん、強すぎて嫌われたよねうん。うん そんなに悪い人じゃないと思うんだけどそうなんだけどさそうなんだけどすごくヒールだったよね強すぎてんで無口で愛想がないからなんだこいつっていうさそうなんだよねかわいそうだよね考えてみるとホンにねだけどでもいろんなことあるねこの年アメダスが運用開始気象庁のアメダスねハローキティ誕生ハローキティより年上俺たち 確かにそうだ <laughs> まあまあそうね確かに昔はなかった、うん、えー、これね、うん、あれだって俺、まあ、高校の時なんだけど、うん、サンリオの倉庫が江東区にあったの、うん、でそこでアルバイトしたことがあってうん、うん、何でも持ってこないのにそれはいけないだろうでね、うん 工場の出入り口のところに子供たちがたむろっててもうもらえるの分かっててなんかちょうだいっつってさああちょっとなんか壊れちゃうそ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 ういうやつとかさ売れないようなそうそうそみんな渡したりさ自分でも持って帰っちゃったでさ古きよき時代だったよねうんそっかベルバラブーム「ベルサイドのバラ」これね「ベルサイドのバラ」は宝塚とかでもやりましたオスカルよく分かんないんだけどアンドレオスカルとかで。 あった、ね、<laughs> それからこのファッションがいつもさ <laughs>、うん、たっちゃんとつまずくところなんで <laughs> <だ>、ね、<laughs> 全然わかんないよこ,かんないこのプリーツスカートとかはわかるんだけどあとは細長いストール,ストールあーストールね、うん、細長いストールブリーチドジーンズこれダメージとかそういうのかな白っぽくなってるジーンズとかね。 なるほど全然わかんないピンとこないだ俺ミニスカートからロングスカートへーなんかこの辺はでもよくわかんないねスリーピーススーツ流行<ー>ベ,スベストが入ってるベストが入ったやつだよねへえ裕次郎さんがよくそうだねそう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  <laughs> ボスの時に言ってたやつね <laughs> それからカメラ、うん、商品ねネット商品カメラのコニカ、うんうん ここに白それから超合金マジンガーデット。あ,<ー>あった、これは。あったね、超合金ね、うん。カメラなんかわかんないけど、こっちのおもちゃコースはわかるよね。ね、マジン、そうだね。あの、こういうのでしょ ここが開くとかさ、超合金。俺ね、ライディーン持ってた。超合金ってた高かった高かったと思うよ。うん。じゃあそうそう買ってもらえないよ。うん。重かったしねあれ超合金だから。うん。何のためだったんだろうねあの超合金はね。今ないのそういういやどうそういう言葉がないのかな。うん。なんか超合金ってこの言葉にさ、踊らされたよねきっとね。だってかっこいいもん超合金って。 こんなちっちゃいくせにさ、ジンガーだこんなちっちゃいのね。ああね、プラスチックじゃないことがさ、ちょっとロボット感が強かったのかもしれないけどね。そうそうね <laughs> 本当だよ。いやゲイラカイト、<ー>ゲイラカイトあげましたねよく。あげましたねタコ。 タコね。こんなに飛ぶタコはないと思った。あの目玉ついたやつでしょ。うそうそうそう簡単に飛ぶね。ね、あれはすごいよ。正月のこういうさ足つけたやつは飛ばないじゃん意外と。そう飛ばない。意外とこう回っちゃったりとかさ。つまらない。難しいんだよねバランス取るの。あれゲイラカイトはすぐ飛んだからね。一撃だもんね。ちょっと風がでも真上に飛んでいくからさ、あれはすごかった。すごかったね。そうかローラースルー高校。これね。 <laughs> 俺乗ったことないんだよ。あそう、うん。あのねこれ体重制限があったのあダメ三 <laughs> !39 キロ以下40キロ以,下はだあ以上はダメとかつって,ってあそうもう,もうこれ出た当時もう50キロ以上あったからなんかさ、うん、赤いのと緑と黄色があって黄色,黄色が,っ黄が一番大きかったんだよねダメ、うん、ダメ。ダメ <laughs> あれやると、前のタイヤのとこの横の棒が曲がるって、うんうん、<laughs> こっそりそこっそり乗ったけどさ、あれでも面白そうだったね。こう,こう,こう踏んで後ろで。そう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 あれは欲しかったんだよな <laughs> 本当に言ってさ。<laughs> そう。

もうこの時代もそうだったんだけど、うん、12月30日に必ず餅をつくのね。で最初は薄とかでやってたんだけど、うん、もう疲れちゃうじゃない。で餅つき器を買ったの。うん ものすごい早いんだよ、餅。コト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 コってね。そうそうあれが楽しくてさ。こんな、こんなちっちゃいくせにさ、結構コト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 ってやってね。一瞬でさ、すぐ餅になるでしょ。これは。これは画期的だったよね。美味しいし。まだに、あれだよ、機械も、機械は3代目ぐらいだけど、いまだにやるんだよ。ああ、美味しいしね、い。美味しい美味しい。ね そうだってあれをさ、うん、結局ご飯炊くみたいにしてそのまま炊いてそのうち自分が動いてお持ちになってくんだもんね。こんな画期的なのはないよね。蛍蛍光光ラインンマー,カー蛍光ペンあーこの年なんだ。うん えー、知らないうちにあったよね<に>蛍光ペンはねんみんな年下だね本当 <laughs> だよこの時だってさ蛍光ペンなんかさ、うん、使えなかったじゃん小学校で使えない使えない蛍光ペンじゃシャーペン禁止とかさ、うん、そんなのの頃じゃ、ね、<laughs> 買えない人がいるからうちも買えうちは買えないしね、はあ、シャーペンも 禁止だった当時さしだったあれがさ引っかかるんだよねシャーペン本当に禁止で買えない子がいるかもしれないとか言ってシャーペン持っていけないって買えない子がいるからって言ったらうちのお父さんが怒っちゃってみんな学校全員にシャーペンプレゼント。ごいうかたまたまあのんだっけトンボじゃなくてえっと。 ペンテルの仕事をしている人の社長さんと友達だったね。それで試作品のさシャーペンだ当時ここで押すやつあいんじゃないの腹で押すやつでしょこれとかこうやって折る折ってのやつの試作品をくれてそれを全部全校生徒にこれでシャーペンクリアになった。 やるな、親父。篠崎あたりじゃさ、かっぱなってたよね、店で。そうだよね。ない、ないとね。ないと、そういう、いいのか、こんな話して。ダメだろピう。だめだよ。さあ、それで、ヒット商品、紅茶キノコ紅茶キノコ紅茶きのこでもあるよ、今も。あんの。あれ、ちょっと不気味だよね。うこいよ、あれ。気持ち悪いよね。なんか、この間、ネットで。 痩せるとか言って紅茶キノコ出てて大丈夫かとか思って。痩せねえわなんか。痩せないと思うんだよね。本当に。うん。紅茶キノコって出てたよ。へまだあんのとか思って。紅茶キノ。懐かしいな紅茶キノコ。これはでもさすがにさダイエットする年じゃないから。そうね。うん。話に聞いたことないけど。カップ焼きそばバンバン。 おお、わかんない。カップ焼きそば。あったような気がするけど、もうすごくペヤングとかの印象のが強くて。強いね。うん。ええ、南京マネ。これ南京豆じゃん？南京マメか。マネって書いてあるけど、南京マメなんで南京マメなんだ？南京マネっていう名前のがあったのかな？あったんだねきっとね。米。ああ米。米でしょ。米ね。米。米星みたいなやつ。そう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 。 ね、ルマンドはまだあるのかああるある。ここからあるんだ。長いな。これ、これさ、北日本食品って。ブルボンなの。ああ、そうなんじゃないの。ルマンド。ルマンド今。今ってブルボンだよね。そうかもしんない。ね、へえ。 すごくなんか、ね、北日本食品なんてもっと大きな名前だよ。ね、食品工業、ね <laughs>。ルーマンドはさ、これもね、うん、牛乳に合うんだよ。あって牛乳。<laughs> もうさ、この牛乳話、朗読<今で> <laughs> とかでさ、聞いちゃうと、もう。<laughs> <laughs> しょうがなくてて帰ってから <laughs>、ね、また出た牛乳これねたまんなくなっちゃって、うん、牛乳あルマンドかじって牛乳ちょっと、うん、口に入れて <laughs> ちょっとゆ緩くして食べるんだけどもう我慢できなくなってさ茶碗にルマンド砕いて、うん、最悪 <laughs> <laughs> 牛乳かけてもうこれ幸せやとか思って食ってたけど。<laughs> あですね <laughs> あのどうやれば糖尿になるのかなって、うん、どういうね <laughs> 食事の仕方をすればなるんだろうっていつも不思議に思ってたんだけど分かった気がするそこういう人だね <laughs> <laughs> 分かった気がする牛乳は大丈夫なんだけどねお供、うん、<laughs> がダメな、ねね <laughs> うんだけ巨人軍は永久に不滅ですこれ長嶋さんの引退のね、うん、昭和 永遠に不滅ですって言ったんだっけ永遠じゃない永遠に不滅ですんかそうなんだよねストリーキングあいたよストリーキングうちの店のとこ出てきたらしいもん自転車でこううろうろしてたこれさ後楽園球場にも出たよ試合終了の時に野球の時ねそう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 いたよ確かあそうだそう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 そっかて。 俺はやってたけどね。まあどうでもいいけどさあ、そうなの。そうか。ベストセラー。これ本か。本はえっとノストラダムスね。あとエクソシストとか。あエクソシストって本になってんだね。知らなかった。うん。ヒット曲。うんうん。トノサマキン。強いですな。涙のミサオはね。昔ね。前も言ったかもしれないんだけど。 日本テレビで朝の日曜日の朝に、うん「大村コン」って言ったでしょ「コン、うん、ちゃんのとんかちのど自慢」ってあったんだよ、うん、子供がさ <laughs> っって水飲んでる時に危なかったよ、うん、子供が予選があってそれで出てテレビで歌うの、うん、子供ばっかり子供の、うんえー、子供の番組「おはよう子供賞ショー」の系列なんだよ確か、うんうん、で「コンちゃんのとんかちのど自慢」っていうのがあって、うん、俺出たのこれ。<laughs>

あの人前で歌う歌って演歌しかないじゃん。そう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 。演歌しかない,、ね、なかないけど。<laughs> これ歌。だって。ま、だね、二位だって。しょうがないなこ。これ側にもしてないんだよ。そうなんだ。そうそうそう。これすごい覚えてるもん、俺。なん <laughs> だ,だ、見たの、見た流行ったんだよね。いやっ、もう一位だもん。<laughs> 本当だよ。ね<ー>。<laughs> うん そうか最上秀樹さん激しい恋ああ、これ激しい恋ってなんだ君が望むなら。ええあれじゃない情熱のあだしかあれは。あれどっちだっけなやめろといいわ烈天もうじゃないこれ違うかれか。うん激しい恋の風にあそうだそうだこれは俺この辺の西上秀樹好きだったからね。よかったよね。でさ結構ピッチピチのビニールみたいなズボンを履いてるでしょあれをさあの。 黒いビニールが昔あったじゃんゴミの。あ、ったあった。あれでズボン作って、あれをくんだよ。たっちゃん、サイドヒルチにはならないから、それは。それで、それ履いて、なんか赤いさ、ストールじゃないけど、それを首に巻いて、で、やめろと言われて、て、家でやってたよ。いやー、親注意しろよ、みたいな。 そっかフィンガーファイブとかねあ<ー>フィンガー、ね、ファイブが多分生まれて初めて見に行った芸能人のコンサートを、うんうん、連れて,行ってもらったすご,すごいねそれも、うん、だこの頃だよねきっとね。あのあのラのサングラスが欲しくてね。うんうん <laughs> 今考えてみるとさんでさそうだったのって思うよねいろいろ疑問が多いよね。が欲しくてさあそっかいやで年間アルバム1位が井上陽水さん氷の世界ね。ぐらいだってあと映画のランキング。あ 映画は日本沈没あったねこれねこれね結局で見てないんだすごい人気あったみたいだけど名前は知ってんだけどさノストラダムス大謡言って映画もあったねあったんだね知らない砂の器はさこれね学校で見せられたよあ本当すごい学校だな高校の時にあそうなるほどねよく覚えてないんだけど砂の器学校で見せられたな。

エクソシスト。で、これなんかね、子供見ちゃいけないような当時、まあある視点みたいなのがあったとこもあるらしいんだけど。へ、うんね、え。そんなになんかあったっけ？うん。な感じだったっけ？秋田のまたすごいとこが、うん、エクソシストと。うんうん えーとね、怒りのドラゴン怒りの鉄拳の2本立てだったんだそれって <laughs> それってお得だねお得お得へえ<ー>そうそうそうエクソシストはね怖かったなこれ子供、ね、ながらにこれ見てんで終わって家家というかその 田舎に帰るでしょ家にさ仏壇の前で寝るんだよ。それが怖くてさ違うジャンルだから悪魔とかだけど怖いんだ同じなんだよ怖いものはで当時田舎のトイレってさ外なんだよねもうそれが嫌でさトイレ行くの怖くてさもうあれの方がでも嫌だなかった八墓村の方と。あれまだ大人だった大人でも大きかった。 だからこの時ねさあ3年生ぐらいでしょ、うん、ほんと怖くてへえ<ー>、ね、レに夜中トイレに行くと、うん、エクソシストの,あの音楽が頭に残ってんだよ <laughs> もう脳内 <laughs> リピートして。<laughs> もう怖いから「涙のミサを歌いながら行くんだけど全然ダメもうほんと怖くてやばいタッちゃん時間が長かったこんなったメッセージ「東京市のマンボウタちゃん三河湾番子」「梅雨明けの土曜日那須への一人旅をしたら行きも帰りも外観渋滞にはまりまいりました」「動物王国のバードショーはすごかったけど」 世の中にはセブンイレブンができたらしいけど味なことやるドナルドすら見たことなかったです。「<laughs> ウォーターゲート事件オイルショックにノストロダムスの大予言にエクソシストの話で盛り上がってたな」。 やっぱり盛り盛上が新喜劇で辻神交換がミシン目単位になる話だったり恐怖の大王って誰、うん、とかテレビは魔女っ子メグちゃん仮面ライダーアマゾンゲッタロボグレートマシンガー <laughs> ウルトラマンレオと盛りだくさんそうねあその盛りだだくさんだよ本当に、うん、人形やグッズが買えないから広告の裏に絵を描いてたそして、うんえー、麻生陽子逃避行にドキドキし始めてた頃です <laughs> <laughs> レオの体は三分保たないかあが保たないからこの辺でという <laughs> 東久邇のマンボ。ね、年近いや一緒だからやっぱね、うん、強烈よね,ね。強烈だよね。<laughs> 内容がそうそう。そうそうなっちゃう。魔女っ子めぐちゃんはいいな。魔女っ子めぐちゃんね。おっと。おおさあさもう一人メール。もう一人。えっと電車通学も板についてきた小学校。<laughs> 2年生になったらマスだよ少年 <laughs> ふとあることに気づきました、うん、うちの学校には女の子がいないあ、私立にいたのかそう,そ,うそ,うそうだそうだそ,そ,そ,そうなんですうちの学校は男子校だったんです幼稚園時代トレーニングを重ねたスカートめくりのテクニックを発揮する場がないことがすごくショックだったんです <laughs> 幼稚園時だった頃父親によくモーターボートに乗せてもらってたんですが<ー>すっかりボートも乗せてもらえなくなったんで、うん、ある日聞きました <laughs> お父さんボート乗せてくれないの するとお前の入学金だったんだ <laughs> <laughs> それ以来子供ながらにもボートの話はしてはいけないんだとちょっぴり大人になった松平少年でした <laughs> 続く続く <laughs> スカートベッにねそうか飼ってた牛がいなくなっちゃったけどどうしたのっていう急いね <laughs> とかね鶏どうしたのって鍋になってるとかそういう系で <laughs> いやー面白いね <laughs> っていうかあのー おぼっちゃまだったんだねマスだよ少年はね。こいつね、本当にもうこれきっとずっと半ンズボンに白いタイツね。こういうやつ。白いタイツのマスだよ少年。そう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 だよこいつ。おかずさあ行ってみますょう。行ってみよう。先行っちゃうよ。う四ダメだ。これったかな。もっとさ小さくないと。七七。ああ最近勝ってない気がする。じゃあ行きましょう。 どうしようかな。十六番。十六番。はい。これ。なんだ、勝たないような気がしたから、これにしたんだけど。本当に。うん、ひどい。そう。十六番。ジグソー、スカイハイ。ああ、なるほど。ミルマスカラス。そう。はい、じゃ、行きます。ね。これいいな、本当に。ミルマスカラス。違う、考えらない。黒式でね、マスク作ったよ。ね <laughs> <laughs> 大変だねゴミ袋でとかさ忙しいあ,あの頃ねミルマスカラスとエルソリタリオっていうのが <laughs> いたんよタッグで来てたんでね <laughs> <laughs> いやプ<ー>ロレスも流行ってたもんね流行った流行った、うんうん、昔のが面白かったね全然面白かった えと次回はえと24段やりますのでいぜひぜひ聴いてください。もも見てくださいはい、はい、今日はどううありがとうございました